父さんが玉屋商兵衛でしたから、どうしても僕の方が後目を継がなきゃいけないということで、まあ、からくり人形師に、まあ、なりました。そういったことも好きで、やっぱりからくり人形師九代目を継ぎました。それでも修行の一番難しさっていうのは、やっぱり一から全て木の塊から顔を彫って、全てのことを自分ができるまでの修行としたら、やっぱり15、6年かかります。はい、まあ、難しさっていうのはやっぱり顔の表情ですね。こういった顔の表情を出すことがやっぱり一番難しい。まあ、大体1年ぐらいかけて、その全てのことはやっぱり自分が責任を持って作り上げていくっていうことですね。やっぱり弟子を作って、まあ、15、6年の修行をさせて、まあ、それでもやっぱり自分の子供っていうのがやっぱり感性が強いですから、そういったやっぱり子供に継がせるっていうことも考えますし、まあ、その子供がまあこんな仕事やりたくないって言ったら弟子につなげて、やっぱりこの10代目15代目20代目とやっぱり将来をつなげて、まあ、玉屋商兵衛っていうのは続けていかなきゃいけない仕事だと思ってます。